ないし、はい、逃げちゃうし、はい、手遅れなところはあるんですけど、はいはい、キスはするんですよ。皆さんこんにちは。チルチル。商業 BL レビューサイトチルチル社長のひろしです。記者のアプリコットです。はい、アプリコットさん、はい、日だまりが聞こえる。おー、2話まで感想会やっているんですが、はい、3話以降ちょっとお休みしておりまして、はい、今7話まで現時点では進んでいるんですかね。進展しましたよ。お、進展したんですか。はい、どんな感じで進展したんですかね。明るい太一くんがちょっと浩平くんに対して言えないことができてしまったりとか、秘密にされちゃって浩平くんもモヤモヤみたいな、そういうわだかまりを経た後で、はい、ありました。あ、何があったんですか。キスシーンがございました。キスシーンがあったんですね。はい、はい、大盛り上がりだったじゃないですか。大盛り上がりでしたね。やっぱりその日だまりが聞こえるの2人の関係値ってグイグイ行く太一くんと遠慮しがちな浩平くん、はい、しかもちょっと逃げちゃうみたいなところがあるじゃないですか。すれ違った時ももう音信不通になっちゃったりっていうか、はい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 、ちょっと逃げようとするんですけど、そこで追っかけて捕まえるのが太一くんっていう、はいはいはい、太一くんのいいところがめちゃくちゃ出ていたんですけど、はいはい、でも浩平くんってその言わないし、はい、逃げちゃうし、手遅れのところはあるんですけど、はいはいはい、キスはするんですよ。突然そんなね、なんか素振りあんまり見せなかったなくてキスされたってことなんですか。それその太一くんがあのやっぱり追っかけてきてくれて、はい、あの自分が何だろう、すれ違っちゃってもちゃんと追っかけてきてくれて、はい、素直な本心をぶつけてくれてっていう、はい、心になって、はい、もう階段差ですよ、はいはい、階段のこことここでキスをするっていうシーンがあったんですけど、はい、そこでキスした後にやっぱり鈍いね太一はって言うんですけど、言わないから気づかないんだろうというところもあるんですけど、はい、でもやっぱり太一くんもやっぱ鈍感だから、はい、女の子とやり取りをする太一くんを見てやきもきしてる理由が分かってないんですよね。まさか自分がそういう意味で好かれてるなんて思ってないから、はいはい、分かんないから言えよみたいなスタンスだけど、はい、好きなんだよねっていうのが、まあ、視聴者は分かるけど、はい、太一くんだけ分かってないみたいな。すごい太一くんに浩平くんがキスした時に顔を上げてすごい見つめるんですけど、はい、その時の眼差しがすごいかっこよくてというかキュンキュンしてしまいました。なんかそれで今までのちょっと力関係っていうのがグイグイ行くのとグイグイ来られるのが、はい、完全に逆転されちゃったと。ちょっと逆転しましたね。そこがちょっといいところだなと思っていて、もちろん太一くんもなんかグイグイっぷりというか素直だし、うんうんうん、あのもう明るさでどん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 手を引いてくれる光属性みたいなところは変わってないんですけど、うんうんうん、それに感化されてか浩平くんも言うようになってて、はい、どん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 攻めらしさというか、はい、攻め力が上がっていってすごいキュンとしました、はい、攻め力がもういきなりパワーアップしたわけですね。そうですね。でもやっぱりその人間ドラマ的なあの2人のうん、もう自然な会話とか演技とかもすごい世界観に入り込める感じでそこも素敵なんですけど、その中であのキャラクター一人一人がすごく成長してるなっていうのが見えてすごい良かったです。まあ、キャンプみたいな、まあ、行くことになったんですけど、まあ、そこでもなんか等身大の大学生のやり取りとかがすごい眩しくて良かったんですけど、二、はいはい、人っきりの時にそんなに無防備だとまたキスとかされちゃうよって言うんですよ。言うようになったなみたいな。いや普通言わないですよそれ、どんなにいやいいんですよそれが。いいですかそれ、はい、なんかここまで遅れで人と距離を遠ざけて、はい、もう何も自分の本心とかも言わなかった子が、はい、太一くんにだけ言っちゃうから素直な本心を。お互い気持ちがね通じ合ってればそれ言ってもいいですけど、通じ合ってない場合だったら本当に危険な一言になってしまいますけど。でもその1回目のキスから自分と距離を遠ざけずにまた向き合ってくれて、はいはい、もうこの関係性を続けるっていうか、うん、友達のまま、うん、あのノートテイカーとっていう関係ではありますけれども、はいまあ、サポート的な関係ではありましたが、もう友人としてそのまま、はい、キスをされた後でもそのままでいてくれる、はい、太一くんに対する浩平くんなりのちょっとアピールというか、はい、ちょっとそういうところが好きだと思うので、ほうほう結構安心、彼に対して安心しているっていうところだと思います。うんうんうん、7話があの8月14日に放送されたんですけれども、太一くんからもな
んかもやもやっぱもやもやイベントみたいな新しいもやもや見てる方ももやもやしちゃって、はい、もうちょっとはっきりしろよみたいな。7話のタイトルがもう俺はいなくてもっていうところなんですけれども、はい、新キャラが出てきまして。お、新キャラが登場したんですか。はい、まやちゃんっていう同じ、はい、浩平くんと同じなんか難聴仲間というか、うん、それであのお互い気持ちが分かるから、うん、難聴者同士の会話をしているんですけれども、はい、そこで、ね、まあ周りから浩平くんも大地くんがいなくて良くなったんじゃないかみたいなことを言われてしまって、うん、そんなこと言うんですねいいんじゃない杉原もそれで、はい、みたいな感じで言われちゃうんですけど、はい、そこで、ね、大地くんはちょっと俺がいなくてもいいのかなっていうふうにモヤモヤしてしまってでも大地くん影響されやすいですね。結構大地くんは割と流されてしまうところがあるのかなとは思うんですけど、はい、履修登録ってあるじゃないですか大学って。あ、ありますね。そこで、はい、これまで通り自分がノート低下していいのか、うん、どうしようあれ聞きそびれちゃったみたいなのをずっと続けてて、まあそこね、まあでも浩平くんって太一くんのことすごい好きだから、うん、そうですよね。そこからどうなっていくかっていうのは、なんか先は見えてるじゃないですか。いや私は U-NEXT でU-NEXT さんの先行配信で見てしまったのでもう知ってるんですけどそのまたね、どんな喋りたい喋りたいって感じなんですけど、ここで、はい、あの一つ浩平くんが成長を見せてくれますっていうところだけ。成長を見せたんですね。はい、どんな成長だったか楽しみですねはい、すごいキュンとしました、はい、キュンとなるところは、まあ、もう少しお楽しみという形でですね。はい、日だまりが聞こえるはテレビ東京の水曜日の深夜に放送されているんですけれども、はい、TVer でも見逃し配信されておりまして、はい、まあ、先ほどのお話にもあったんですが、はい、U-NEXT さんの方でもう8話見れますので、はい、あの2人の恋関係とかがどうなっていくのか楽しみに待ちましょう。はい、はい、それではバイチルー。